曜劇場、ヴィヴァン、TBSK の第9話が10日、放送。役所広司演じるノゴーン・ベキの壮絶な過去が明らかになった。堺雅人演じる乃木憂助の父は、テロ組織、テントのリーダーのノゴーン・ベキ、役所だった。第8話では、DNA 検査の結果、ベキとウレースケが親子であることが判明した。第9話で、ウレースケは、ベキら大使、僕は、皆さんの積年の歩みを知りませんと言い、これから、本当の家族となり、お二人、イコール、ベキとノコルを支えていくために、テントのこれまでの歴史について教えていただけないでしょうか、と提案。ベキは、いいだろうと応じ、馬、レ故郷などについて話し始めた。ベキは、かつて日本の警察に入り、公安部に所属。諜報員として、バルカにやってくると、表の顔としては、農業使節団として、荒れ地を畑にするという農業指導を行っていたという。だが、諜報員であることがバレてしまい、武装集団に襲われてしまう。ベキは、公安の仲間に連絡して、救助を要請。ヘリコプターが現地へ迎えに来たと思いきや、あと少な、死のところで引き返し、救助してもらえなかった。ヘリが引き返した理由について、ベキは、見捨てられたんだ、とぽつり。後で知ったんだが、指揮官の命令で、引き返すよう指示があったそうだと話した。ネット上には、ベキの壮絶な過去について明かされ、衝撃、川、いそう、指揮官って誰？といったコメントが投稿されている。